大隣健二、大隣健二、大隣健二、1984年11月19日体は、京都府京都市南区出身の元プロ野球選手、投手。左投げ左だ。現在は、千葉ロッテマリーンズ2軍投手コーチ。京都市立瀬西小学校に入学して間もなく、3年生からしか入部を認められていない癖少年野球部に、グラブを持参して、 入部を願い、その熱心さにより入部を認められ外野手としてのをはじめ、3年生から当初に転校した。京都市立癖中学校では、京都ライオンズで、公式野球を始めて、全国大会へ出場した。2、京都学園高校に入学し、1年からベンチ入りした、3年春の近畿大会では、毎試合2桁立つ三振を記録し、優勝を果たす。 しかし夏の大会前に肩を痛め、その影響もあり、京都大会準々決勝で敗れた、前身の京都商業から京都学園に公明変更してからは、初のプロ野球選手である。近畿大学に進学し、2年春にベンチ入りした、の全日本大学選手権でチームは、準優勝に終わったが、1試合19奪三振の大会新記録を樹立し、 自責点例で最優秀防御率と特別賞を受賞した。2006年にも同大会で4強入り、世界大学野球選手権の日本代表にも選出される。同学年で同じ左腕である立命館大学、金人賢人とはライバル関係にあり、何度も熱戦を演じた。金人と投げ合った4年秋の9月30日の対立命館大学戦。 三小山球場では、自身初の浪費ノーランを達成した。関西学生リーグ通算41試合に登板し22勝11敗、防御率1.14、284脱三振。3年春、4年春にリーグ MVP とベストナインを獲得した。11月21日の大学生、社会人ドラフトにおいて、最大の目玉とされ、一時は、 広島以外の11球団が獲得に名乗りを上げるほどの激しい争奪戦の末、希望入団枠制度で福岡ソフトバンクホークス入団した。どっしりとした体型から近代の江夏と異名を取っていたため、背番号は阪神時代の江夏豊と同じ28となった。ドラフト指名時にはトータルバランスの取れた投手が理想像と語り、母校、京都学園の大先輩、 沢村栄治の名が付く、沢村栄治賞の獲得を目標に掲げた。キャンプ前の1月26日、新人号同時首都期間中の午後にし都崎室内、合宿車内の階段で足を踏み外して、右足をひねり、1月27日福岡市内の病院で検査を受けた結果、右足首第4、中川骨の捻挫で、全治1週間と診断された。 2月21日にはキャンプ中に腰を痛めて、再び病院で精密検査を受け別メニュ入調整となった。4月29日に四国アイランドリーグ連合相手にに、軍先発で実戦デビューして初回に、最速時速 146km をマークしたものの3回、5安打に失点と思い通りには投げられなかった。6月2日に出場選手登録され6月9日に、 広島東洋カープとのセパ交流戦でプロ入り初、先発し7回3失点、2点ビハインドで降板した。8回に松中信彦のスリーランなど一挙4点と逆転し、広島のエース黒田博樹を相手にプロ入り初勝利を手にした。6月18日左前腕部に強い針を訴え、出場選手登録を抹消、8月12日に昇格。 対オリックスバファローズ戦に先発し、地元関西の京セラドーム大阪で、初登板を果たすが5回0、3を投げ4失点、プロ初黒星を起死した。8月25日対千葉ロッテマリーンズ戦で先発し6回まで、3安打無失点と好投、7回に2つ、支球を与えて降板したが6回1、3を無失点、本拠地福岡ヤフージャパンドームでの初勝利となった。 9月は2連敗し、先発8試合2勝4敗、防御率5.98と期待を裏切る形で、シーズンを終えた。3月25日、開幕ローテーション5枚目に抜擢され、本拠地で先発、右打者を9人並べた、ロッテ打線に対し3回と8回を除いて、すべて三者凡退に抑えるなど1失点で、プロ初関東でシーズン初勝利を6。 チームを2005年以来の開幕後連勝へと導いた。またこの試合でプロ初2桁脱三振、12脱三振で、球団6人目となる毎回脱三振を達成。3月中の毎回脱三振は、プロ野球史上初の快挙だった。続く4月2日の対北海道、日本ハムファイターズ戦でも先発し、初回に、 田村ラヒの先制スリーランホームランで3点をもらうと、日本ハム打線に2塁を踏ませない投球で2安打ク、脱三振でプロ初の完封勝利、前回当番から15イニング無失点、2試合連続の関東、準本拠地である北九州市民球場での初白星も手にした。しかしその後の4月の試合は、先発4連敗。5月29日に、 北九州市民球場で行われた横浜ベイスターズとの交流戦では2回1し2塁の第1打席で小林太志氏の時速1 3 7トルの直球を左翼積載前列へ引きしこれがプロ入り初本塁打となった前日にはチームメートで同じく投手のリックガトームソンもソロ本塁打を打っておりパリーグの投手による2試合連続本塁打はの西鉄ライオズの稲尾和久 池永正明来39年ぶりの記録となった。投球では6回まで無失点と高騰。7回に先頭から3連打となる吉村祐樹のセンター前に点タイムリーにより118球で途中降板し、変わった小倉信介、久米祐樹が1点差まで詰め寄られたものの、チームトップタイの5勝目を記録、北九州でも連勝となった。 その試合も含め交流戦に入ってから4試合連続のクオリティスタートと立て直し、交流戦5試合目の6月19日の対東京をヤクルトスワローズ戦では5失点したものの打線の援護に恵まれ、交流戦5試合の先発で4勝0敗、防御率3.06と活躍、球団初となる交流戦優勝へ貢献した。その後順調に勝ち星を重ねチーム最多の11勝を挙げたが、 8月31日に福岡市内の病院で精密検査を受け、左肘有利軟骨による炎症が認められ、9月1日に出場選手登録を抹消された。オフの10月21日に群馬県内の病院で左肘関節有利退除去手術を受けた。開幕6枚目としてローテーションに入るも先発8試合で、 防御率6.39と震わず、6月3日、福岡市東区で自家用車を運転中に他の乗用車に接触され、同市内の病院で左手小指打撲と診断、出場選手登録を抹消された。6月20日の対横浜戦で8回5点リードから、プロ入り初の中継ぎ登板し、買い打線ながら1回を無失点に三振に抑えた。次の6月30日から、 再び先発に戻ったが10先発で4勝5敗4.30という成績だったため、肘の炎症から復帰した和田武氏が代わりにローテーションに入り、大隣は9月8日から再び中継へ、9月10日対千葉ロッテ戦で初の救援初黒星も記録した。9月21日対千葉ロッテ戦で先発復帰し7回を無失点に抑え、セッツたとのカンプリレーで勝利した。 最終的に8勝でシーズンを終えた。開幕ローテーション2戦目の先発を勝ち取り、安定した投球を見せていたが、打線の援護に恵まれず勝ち星につながることは少なかった。黒星が込み始めると調子を落とし、6月9日に1勝7敗となり2軍での再調整を命じられた。その後は昇格、降格を繰り返し最終的に4勝を9敗と負け越した。 CS ファイナルステージでは10月18日第5戦に、先発5回を投げ3アンダム死休7奪三振、無失点で1点リードのまま降板した。しかし、後を継いだ投手が打たれたため勝ち投手にならず。自主トレ中の1月29日に、インフルエンザに感染して、キャンプ合流が遅れ、春季キャンプ中の2月6日に、父親が急性心不全で高い。 調整遅れで開幕は2軍で迎えた。5月6日に1軍復帰し、リリーフとして起用されるも4試合で、防御率6.00と結果を残せず5月30日に登録抹消された。7月14日に最小格して、同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で8回を1安打無失点に抑えたが、9援前で次の登板機会がないため7月15日に登録抹消された。 8月4日に一軍で先発予定だったが8月2日に体調不良に見舞われて昇格を断念。大役には大場翔太が選ばれオリックスを5回1失点に抑えた。9月16日に一軍昇格すると先発で3、連勝し9月を終えた。CS ファイナルステージでは全試合ベンチ入りも出番がなかった。11月10日に日本シリーズ第5戦の先発を かけて行われた紅白戦で山田大輝に敗れたため日本シリーズでは第2戦から第6戦までベンチ入りしたが登板機会はなかった。10月25日アジアシリーズには参加せずドミニカ共和国のウィンターリーグへの派遣が決まった。オフには11月22日にタレントの嵐裕子との結婚を発表し同日ドミニカ共和国へ向けて出国した。 ウィンターリーグでは11月26日から12月21日までの期間に5試合先発登板して23回を投げ、0勝2敗、防御率3.52、ホイップ1.48の成績を残した。調整不足から、ウエスタンリーグの対オリックス戦で5回4失点と、アピールに失敗し、開幕ローテ入りこそ逃したものの、ホアシカズユキ、ブラッドペニー、 デニエル・ピントの離脱などで開幕直後に、ローテの座をつかむと、4月12日の対日本ハム戦で9回を投げ3アンダム死球11奪三振と4年ぶりの完封勝利を挙げた。妻の勧めで2011年オフからメンタルトレーニングを導入した効果か、初戦から10試合連続でクオリティスタート達成。7月8日の対日本ハム戦で勝利を皮切りに8月24日。 タイチバロッテ戦で自身初の7連勝を記録して、7月度の月間 MVP を受賞。以降シーズン終盤には0勝4敗と負けが続いたが、最終的に自身最多の12勝、5敗を挙げ、防御率も自身最高の2.03を記録、リーグトップタイの3冠風、チーム最多の6冠頭もマーク、QS 率88.0%と非常に、 安定したピッチングを続けて試合を作りシーズンを得た。クライマックスシリーズファーストステージは10月15日の第3戦に先発し、4回にウィリー・モー・ペーニャのレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースで2点の援護をもらい、裏に中村豪也に左中間へソロホームランを許したものの、5回4安打1失点で1点リードのママ交番、無事クライマックスシリーズプロ入り初勝利を挙げ、 チームのファイナルステージ進出を決めた。オフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。11月16日の試合で、先発登板し、強打のキューバから3奪三振を奪うなど回、無失点パーフェクトに抑えた。12月4日に、 第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2月20日に第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され代表入りした。この大会では3月6日第1ラウンドの対キューバ戦に先発し2回まで6者、連続凡退に抑えたが3回戦投打者のヤズマニー・トマスに低めのスライダーを 左中間中段に運ばれソロホームランで先制され、3回にアンダム死球1失点で1点リードのまま降板し、敗戦投手となった。第2ラウンドでは3月12日対オ,オランダ戦に先発し、初回戦闘打者のアンドレルトン・シモンズに投じた2球目を、左中間への本塁打とされたが、続く、ヘンリー・スタティア、ジョナサン・スコープ、アンドリュー・ジョーンズを3者連続の空振り三振とすると、 二回戦投打者のクルトスミスまで四者連続の空振り三振を奪った。二回裏に大量発展の援護を得て、三回表は三者本体に抑え、三回を投げ一安打一死休六奪三振一、失点で勝利投手となり、チームは一位通過での決勝トーナメント進出を決めた。ペナントレースでは開幕四戦目の4月2日、大西部一回戦から、 先発ローテーション入りした。5月3日に腰痛を訴え出場選手登録を抹消され、5月23日に一軍に戻り、同日の対 DNA 戦で腰の違和感を感じたが、強行出場して6回4失点で敗戦。5月31日の対広島戦でも先発し、勝利投手となるが、腰痛再発により6回途中で降板。ここまで3勝3敗。 防御率3.38の成績を残していたが、6月1日に、当期2度目の戦線離脱となった。福岡市内病院での診察の結果、黄色人体国家症と診断され、シーズン中の復帰は絶望的となった。6月21日に、東京都内の病院で手術を受けた。10月22日、フェニックスリーグ対ロッテ戦で144日ぶりに、実戦復帰し、 8回から2番手として登板し、打者3人をわずか5球で三者凡退に抑えた。キャンプは、ビリ組でスタートし、2月15日からの首の張りで2月18日の、紅白戦登板回避があったが、3月20日シーズン3度目の、実戦となる3軍の練習試合対熊本ゴール、デンラークス戦に3番手して登板し、術後最長の4回を投げ6安打に失点という、 投球だった。7月10日に一軍に交流し、7月11日に406日ぶり、出場選手登録され、7月13日の札幌ドームでの対日本ハム戦において8回転ビハインドから、中継ぎで408日ぶりの一軍登板を果たし、打者3人すべて内野ゴロで三者凡退と1回を無失点に抑えた。7月27日、 対オリックス戦に先発し初回に1失点したものの、2回以降を無失点に抑え、7回を投げ3安打291、失点と高騰し422日ぶりの勝利を果たした。黄色人体国歌賞から復帰して1軍で勝利を上げた初めての例となった。9月16日の主位攻防対オリックスで先発登板し、味方の2失策がありながらも9回を4安打。 無失点に抑え2012年7月15日以来の完封勝利を挙げた。10月2日、両チームの優勝がかかったオリックスバファローズとのシーズン最終戦に先発、2回に細川徹の犠牲フライで1点の援護を得ると6回まで4アンダム死球7奪三振無失点と高騰して、点リードで降板、変わった森祐斗が原拓也に同点タイムリーヒットを打たれて、 勝ち投手の権利は消失したが、延長10回の松田信弘のサヨナラダにより3年ぶりのリーグ優勝となった。CS ファイナルステージでは10月15日第一戦に先発7回に3を投げに失点で降板となったが、吉村祐希の逆転サヨナラダによりチームは初戦を勝利した。10月20日第6戦も先発し7回を投げ6。 安大一支給6奪三振の無失点に抑えて、勝利投手となり日本シリーズ進出に貢献した。日本シリーズは10月28日第3戦に先発、初回に内川聖一の先制タイムリーで援護を得ると、7回を投げ3安大一支給6奪三振の無失点に抑えて、プロイル初の日本シリーズ勝利投手となり、チームは勝ち越しの2勝目となった。10月30日は、 ベンチ裏の選手サロンで日本一決定の瞬間を迎えたが、秋山浩二監督、松田選手会長に続き胴上げされ後途中に待った。3月31日に福岡や福岡、ドームで行われた開幕第4戦目の対オリックスバファローズ戦において、被安打4、無失点の完封勝利で順調な開幕スタートを切り、6月中旬までに、 三冠等、に完封で五勝を積み上げていたが、6月24日、左ひ関節の炎症と診断され、離脱を余儀なくされる。結局、一軍公式戦では、通算で11試合に登板。通算投球イニングは74回1、3で5勝4敗、防御率2.54を記録した。7月10日の楽天戦に先発し、6回1、失点で、 勝利投手となるが、1軍での登板は、この1試合のみに終わった。ウエスタンリーグでは20試合に登板し、7勝7敗で、防御率4.34という成績を残した。1軍では、前年同様1試合のみの登板で、3回に、3で6失点の0勝1敗。2軍でも22戦6勝4敗と勝ち越したが、防御率は5.20と振るわず、11月5日に、 球団より戦力外通告が発表される12月2日付で自由契約選手として公示された他球団での現役続行を希望していたことから2017年11月15日には12球団合同トライアウト松田スタジアムへ参加シートバッティング形式で4人の打者と対戦したところ山崎則晴から2塁打を浴びながらも 残りの打者を二つの見逃し三振と三塁への頃に抑えた。トライアウト後は、打球団からの獲得のオファーを待ちながら、母校の近畿大学で、自主トレーニングに取り組んでいた。後に、千葉ロッテマリーンズから、入団テストを兼ねて2018年2月の石垣島、春季キャンプへの参加を打診。ソフトバンク時代の2016年までチームメイトだった、リモリ県内野手や、 2017年までベースボールチャレンジリーの富山サンダーバーズへ所属していたフランシスコ・ペゲロットともに入団テストへ臨んだところ3人とも合格へ至った2月16日付でペゲロやリモリケンとともにロッテと正式に契約ソフトバンク時代のチームメイトで2017年シーズンまでロッテに在籍していたジェイソン・スタンリッチから 背番号号55を引き継いだ。移籍後の一軍初登板は5月2日の古巣のソフトバンク戦、ゾゾマリンスタジアムの先発登板となったが、2回持たず、7失点を喫し、即日二軍に降格した。そのまま一軍に最昇格することなく、9月25日に球団からシーズン限りでの現役引退が発表された。10月3日、ヤフオク、ドームでの古巣ソフトバンク戦。 先発で、引退当番。先頭、神林聖和に、右前安打を打たれて、後番、2番手の酒市が西宮と一類種、安田証券の失策で、神林が生還しそれが決勝点となり、敗戦投手となった。10月16日、球団から二軍投手コーチへの就任が発表された。平均球速約時速 135km の、ストレートに鋭いスライダー。 チェンジアップ、フォークを持ち玉とする。黄色人体国家賞の手術前は、平均球速約時速 138km、大学時代は最速時速 152km を誇っていた。プロ入り当初は三振へのこだわりがあったが、力任せの投球から打たせて取るスタイルへとシフした、ことからスランプを脱しつつあった、荒垣なぎの話を聞いてからは、変化球を低めに集めて、 ゴロを打たせる投球を心がけるようになった。黄色人体国家賞からの復帰後は常実のように、平均球速が時速 3km 以上遅くなり、2010年に当時の監督だった秋山孝二から言われた、球速ではなく、緩球を使え、という言葉を思い出す。機械がくなり、緩い球をただ使うだけではなく、タイミングなどを考えるようになったという。 ソフトバンクの本田ダ一とは青年月日が同じである。また、和田武氏にはソフトバンク入団時にサインを考えてもらったことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。